つゆちゃんと一緒に行動していた私。その時突然草むらから飛び出てきた人影が私たちをナイフで切りつけてきた。まさかヴィラン、どうして。ソガです。二人とも可愛いね。うららかさんとアスイさん、血が少ないとね、ダメです。血って私大好きだよ。だからさすよアスイさん。つゆちゃんから離れて。あなたは友達じゃない。恋バナ楽しいね。レディークラッシュ。超怖いけど来たでしょこれは。行くよ。行くよ。無重力に落ちろ。完全なさい。もう捕まえる。ここから切れるよ。あなたも素敵。私と同じ匂いがする。好きな人がいますよね。その人見たくなりたいって思ってますよね。わかるんです。乙女だもん。うららかさん、ミドリアちゃん、みんな、デク君たちが助けに来てくれたけど、一瞬そっちに意識が行ってしまった私は甘えた子を逃がしてしまった。っていうかデク君めっちゃボロボロ。もしかしてヴィランが他にもたくさんいるってこと。一体どうなってるの。ちゃんを護衛しつつ施設まで逃げないと。トドロキ君、ショウジ君、トクヤミ君、レッツストーリー。カッちゃんを護衛して先生の元に向かう僕たち5人は、施設へ向かう途中、うららかさんとアスイさんを見つけて合流した。この非常時、誰も油断する人間なんているはずなかった。突如現れたヴィランにカッちゃんと毒闇くんを奪われた。彼なら俺のマジックでもらっちゃったよ。開闢行動隊目標回収達成だ。短い間だったがこれにて幕引き。ダメだ。幕引きだと。させねえ。絶対逃がすな。身軽なヴィランは二人を連れて僕らから遠ざかっていく。絶対二人を取り返さなきゃ。うららかさんとアスイさんの個性で僕と庄司君、轟君の3人はヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ。
よし、これなら追いつける。